グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅、今日の作品はこちらです。273枚目の作品は葛飾北斎の富嶽百景新設の富士。番組監修をされている北斎研究家藤久先生からお話を伺いましょう。藤久です。葛飾北斎は江戸時代後期に活躍した万能の絵師として知られた奇才ですね。北斎という不思議な絵師は浮世絵を描いただけではなく教育者でもありデザイナーでもあり、この時代最高の知識人でもあったんですね。あまり知られていませんが、80歳も過ぎた晩年には子供のための教材ばかり書いていて、とても心温まる人物なのです。北斎は代表作富嶽三十六景を70歳過ぎに書き上げた後に富嶽百景を書いています。そこに雪の絵を3枚ほど書いているのです。今日のこの絵はその中の名作の1枚です。富嶽百景の雪景色はこれだけではないんですね。先生、他のはどんな絵があるんですか？これは三白の富士といって、三つの白いもの、雪、富士、そして白鷺を描いていますね。もう一つは町の中ですね。雪かきで集めた雪で富士を形作っています。今日の新設の富士は雪が降る中、富士を間近にして人々が行き交う図ですね。ぼた雪が豪雪のように降っています。寒々とした空気が伝わってきますね。すごい雪景色ですね。この雪、よく見ますと三角、四角、そして丸と書き分けています。これが巨大な富士を背景にした雪景色に遠近感を生み出して奥行きまで感じられるんですね。広い地面には黒々と人の足跡がたくさん残っていますね。往来が多いことがわかります。雪の中を行く人々は傘をかぶり、カッパや蓑を身につけて寒そうに体を丸めていますね。2頭の馬の尾っぽの動きはいいですね。北斎の絵はどれも動きがあります。現代の動画を見るように描いていますね。北斎ならではの雪景色の名作です。はい、ありがとうございました先生。では最後にクラシックソムリエの田中康さん、音楽のお話をお願いします。今日の音楽はマーラーの交響曲第1番巨人の第二楽章です。ジャン・パウルの小説巨人にちなんでその名が付けられたこの音楽からは、途方もない巨人を前にした人間の小さいながらも確実な歩みが感じられます。それはまさに北斎が仰ぎ見た富士の美しい姿にも通じるようです。